どうも、あんたんです。今日はですね、以前インスタグラムでこのような質問箱を皆さんに投げかけたんですけど、クセイキューチームを運営している方へ質問です。クセイキューチーム運営で困っていること、悩んでいること、面白ければ動画にしますっていうのを質問箱をしたんですけど、めちゃくちゃ来ました。なので皆さん結構困ってるで、俺もハイサイズ創設して一応代表やってるんですけど、6年7年ぐらい、はい、7年ぐらいやってると思うんで、まあその辺もちょっと共有しながら、ハイサイズはこうしてるとか、俺はこうしてるみたいなのをちょっと皆さんと共有しながらやっていこうと思います。なので今回は不満を聞きながらアンサーするっていう動画です。はい、じゃあまずコウスケに質問箱を全部送ったんで、はい、呼んでもらっていいですか。ハイサイズ、はい、あ、じゃあ一つ目で、幽霊部員の対談方法どうすべきでしょうか。幽霊部員の対談方法、はい、幽霊部員っていうのは、その出席とか出欠もせず、あ、もう声変前提のでも一応グループにはおるみたいな感じですか。これね、多分チームに一人はいると思うんですけど、ハイサイズにもまあいますけど、これ難しいのはどこまでが幽霊部員か、これで変わると思うんですよね。人数集まってるから別に行かんでいいやとか、家族が優先やけど人数足りひんかったら行こうかみたいな人もやっぱメンバー的にはいるんよな。だからそれは俺は幽霊部員じゃないと思う。俺は個人で LINE して、もう多分来なさそうやからチームから LINE 退出させてもいいっていうのは送りました。でこの前バーって退出してもらった。ありましたね。なんで、はい、着る人は着る、まあその一言添えてっていうところですね。もうほんまにその抜いたメンバーは3年ぐらい来てないかな。じゃあ次、はい、いや、じゃあユニフォームデザイン案が3年経っても決まらない。はい、それはもう優柔不断優柔不断です。いやでもこれ全員で決めたら絶対に決まらん。そうですね。そうだから俺はハイサイズは、まあ、何人かで決めてるな。近鉄ユニフォームは俺が一人で独断で決めました。あの近鉄好きやから。はい、でもその時って人数まあそんなおらんかったし。そうですね、まだ僕が入った時にちょうどそのタイミングやったんで。ああそうやな、そんぐらいやったんで、もうほんまにもう全員ほぼ友達、専門学校の友達の中で決めたから、はいはい、まあ俺の独断と偏見で決めたっていうのが、近鉄によりで、ブラックユニは何人かで決めた。だから全員で決めるのは正直むずい。まあ、例えばその渋いのがいいとか派手なのがいいって絶対分かれるから、はい、もうそこはもうそここそ代表の権限使って、まあ、なんかこうメジャーリーグのユニフォーム知ってる人とか、なんかそういうのを自分で選別して相談して決めたって感じなんで、全員で決めようとしたら無理です。メンバーの人数にもよるかもな、もしかしたら。だからそのダサいこんなんで金払えへんってハイサイズはならんやん。分からん、も思ってる人ももしかしたらおるかもしれないけど、でも結果かっこいいやんで結構まとまる。はい、じゃあ次。オーダーを決めるとき自分の優先順位が下がる。あー、なるほど。じゃあ自分がだからほんま4番打てるって思ってるけど、自分が決めてるから打順下げるってこと。そういうことじゃないですかね、多分。あー、代表、うん、まあ、チーム難しいっすね。それは難しいっすな、難しいっすな。自分でスタメン決めてたときは、はい、確かにその気持ちは40% ぐらいあったな。へえ、自分上位に置いていいんかなとか、自分だけで決めてると、はいはい、だそれが嫌で、あの今首脳陣ラインって言って、まあ、5人ぐらい、はい、その野球歴が長い人、まあ、スタメン迷った時は、まあ、相談し合うみたいな。で俺が普通にあんま調子良くないなと思ってベンチでポンって投げかけても、いやワンさんは2番の方がいいとか、まあ、このメンバーやったら8番でいいみたいなのをなんか結構忖度なく言ってくれるから、それはそれで良かったなって思う。へし、なんか自信持って俺も2番って出せるで、ちゃうって思われたら多分それ返ってくるから、いや多分2番こっちの方がいいとか、はいはいはい、返ってくるから、別にそれで別に傷つかへん、チームのために打順を決めてるから、はい、俺はその何人かと打順を決めるっていうことをしてから自分で打順決めやすくなった。へえ、なんか2番俺は2番やって思えたらそれでいけるし、それでいきましょうってなる時もあれば、いやもうちょっとワンさん上上がった方がいいと思うみたいなとかも、かそこでやり合うから、自分だけの権限だけで決めてないから余計やりやすくなった。なんで試してみてください。あ、はい、そうや、これあんまみんなハイサイズ知らんの、多分打順どうやって決めてるかとかあんまりこう、はいはい、みんなで言わへんもんな。はい、じゃあ次行きましょう。はい、部費の支払いが遅れて建て替える。ああ、
その俺も YouTube やってるっていうのがあるから、そのグリップテープとかも自分で買ってるんよな、そのチームのやつ、はい、でもそれを買ったってると思ってるのか、自分は動画にできるし、プラス買えるしっていうのがあるから、その代わり相談はせえへん。グリップテープだから今回で言ったイオミックも勝手に買ったし、はいはいはい、サミルも勝手に買えたけど、その部品は使わんと自分のお金でやってるけど、俺は YouTube があるからそれで成り立ってるかもしれない。それはいいこと、まあいいことですね。まあ分からんけどな。でも別にこのやったってるとかはない、はい、その動画の素材として使ってる、はいはい、あとその延滞なんてさ、延滞その遅れてる、支払い遅れ。ああ、まあでもそれはもう逐一直接言うよな、4ヶ月遅れてるっていう。そうですね。あとまあ忘年会とかその区切りで、俺もその次年度に持ち越したくないから、はい、よし、たまんのあれやから、まあ、忘年会で、うん、まあ、5000円徴収したりとかはあった、忘年会だからもう1年で区切ってるって感じかな。はい。出席入力がない各固定の人、固定の人、あ、この人がいつも出席。俺これなめっちゃ思うことあって、その人だけ出席のあれを押してくれへんってことやな。そういうことです。だからもう期待しないことです。これ俺結構思うことがあって、 SNS でこう結構その代表のアカウントとかがぶわっ愚痴書いてる、その出席がどうのこうのとか、はい、だからそれって逆を返せばその人が出席しないと困るってことやな多分、と思うねんな、はい、まあ人数的な問題なんか、はい、俺はもう固執せん方がいいと思う、その出席押せよ押せよって言っても押さんからそういう人って、はい、だからそれが悪いとかじゃなくてもう期待しない、だから別に押さへんかったら押さへんかったら俺は別にあんま何も言わへん、押せよもう言わん。その人が出れる回数が、出れるか出られへんかがまた危うくなるだけですね。そうそう、そういうこと。だから例えば12人おって出席で来いよって言ったら13人目になるわけ、はい、でも出るのは9人や、はい、でもその人フル出るっていう確証は俺の中ではないから、はい、だからその分からへんけど、いや来いって言ったのに結局交代かよみたいなことが起きんの嫌やねん。そういう出席とかは環境によると思うよな、はい、まあ、俺かと家族もおるし、はい、予定他の予定もあるし、はい、野球好きやけどみんなそれぞれの予定をこうスケジュール的に合わせて、まあ、試合来るか来えへんかの優先順位が変わってくるわけや、はい、まあ、家族が優先の人もおれば彼女が優先の時もあるし、それが期間的にこう変わる人もおるやん、はい、野球が優先の時と彼女が優先の時、はい、もうそれはもう代表とかが言うことじゃない。まあそうですね。そう、その人の人生もやし、はい、来てほしいんやったら、やっぱこっちより野球行きたいなと思える環境を作ればいいと思う。これマジでめっちゃ思う。文句ばっか言ってる人結構おる、ほんまに。あ、じゃあまあ文句言うの分からんことないけど、分からんことはない。いや悩むのは分かるけど、はい、そのなんか彼女にとかと一緒じゃん、そのもっと時間作ってよって言ってんのと。おえ、でも多分一緒やと思う。だってその人の人生も、まあ そ, ね、それを優先上げ、優先順位を上げるために代表とかチームは試行錯誤をすればいいと思うな、はいはい、じゃあ必然的に出席はすると思う。けえへんって思うんやったらメンバー足りひんやったら募集するかっていうの、だからその人だけにの責任じゃないからって思う。いやこれ俺マジでめっちゃ思う、はい、だから期待しないかも。出席の確認作業、出席の確認作業、確認作業がまた別ですかね。出席確認するのがめんどくさいってことですか。出席ない人に来れる来れへんっていう一ラインがめんどくさい。はいはいはい。いや、なんも思わんそ, れ、ま、それ一緒やな。あの干渉しない。ハイサイズに関しては、まあ、例えばコウスケも言ってくれるやん、はい、いやあいつ押せよみたいな、あ、はいはい、ちゃんと連絡せよ。だから俺が言わんでもその周りの人が言ってくれる、どっちかっていうと。でも別に俺は押せへんから腹立つとか全くない、ゼロ。人数少ない時にまあ、例えば7人とかで、はい、出席人数7人であと2人押してないやったら聞く、はいはい、でそれでどうかで助っ人呼ぶか呼ばへんかみたいな変わるから、そこは聞くけど、はい、別にそれは試合成立ために聞くから別になんか腹立たん、まあ俺おかしいんかな、でも腹立たん全然、まあ、腹立つなんか、まあ、でも分かるよ、何回も何回も同じこと言わすなってことやね、多分干渉しすぎない、これにつける、うん、はい、はい、行きましょう。チーム内で野球への熱量と優先順位、出席率や技術に差がある中で大会の出場選手をどう決めるか。いやーこれはむずいなこれはむずいな、確かにそれはでも俺は常々迷ってますね。熱量、え、もう一回言って。ああ、そういうことな。だからそれで言うとハイサイズは全員出場っていうのを掲げてるんで、はい、技術どうこうというよりか、まあどっち先出るかみたいな、まあその中に技術とかポジションとかそういう面はあるけど、まあ、そこは結構
まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいかもしれない。どっかで絶対出れるっていう、はい、まあ、それが1打席なんか守備だけになっちゃうかもしれないか分からんけど、そのコンセプトあるんで、まあ、それはそう、はい、熱量はさ、はい、どうもできひんこっちは正直これも干渉し、うん、できないんですよね、うん、しこっち野球好きやからってお前もっと野球好きなれよもう無理や。まあそうですね、熱量はどう上げるかじゃない、周りの環境というか、まあ、チームの環境的に、ね、それで言うと草野球ワンチャンネルっていうのをやってから明らかにみんなの熱量上がったの。そうですね、確実に。多分コウスケ初期の頃から知ってるし、はい、多分ほんまに、まあ、初めて1年ぐらいの時に入ってもらったけど、はい、完全に違うよチームの雰囲気、はい、外部的な熱量の上げ方はいるかな、その一人一人どうこうっていうよりかは、はい、環境。でもこれはもう特殊かもしれないですね、こっちは、まあ、その YouTube をやってるっていうのでやっぱ出てると見てくれるし、はい、自分らもそうですね。でやっぱおもろくて、人って自分のこと結局好きなの、はい、やっぱ自分出てる回とかやっぱ見たり、はいはい、自分がヒット打ってるとこ出た見たりとか、はい、やっぱそういうのやっぱ実質やるから、でそれはめっちゃいいことやと思うし、そのハイセツで試合動画出してるけど、それとは別に限定公開で1試合分試合ありますね、はい、共有したりとかあるんで、まあ、そこで熱量は上がってるのはちょっと感じるかなっていう、はい、ヒット打てたとか、はい、もうちょい上手くなりたいとか思ってる動きとちゃうとか。次、スタメンを実力で選ぶか、試合マッチングとか運営やってくれてる貢献度を加味するか。全くしてないですね全くしてない。ポジションと、え、なんて、もう一回言って。わー、全くないなまずその貢献度とか言っちゃうと、もうごま吸ってくるやん、それが嫌、まず、まあ、それで言うとその大会別で、まあ、連盟はほんまに勝つ、はい、だから俺の采配もし1打席とか回ってけなくてもごめんなさいって言ってるし、でもリーグ戦はリーグ戦で、まあ、ちょっと出場機会ない人をこう上位に上げたりとか、はい、そういうバランスは取ってるのは取ってるかな。大会ごとである程度の打席数確保と出場機会確保はリーグ戦で取ってるっていうところはハイセイズはしてるかなっていうところはありますね、はい、でも貢献度とか言い出したら、じゃあもう亀ちゃんとコウスケと絶対出さなあかんみたいな感じで、まあ言ったら撮影協力してくれて、はい、史上挟んだらダメですね。勝ちにこだわる人とエンジョイ派のバランスを取ること、出場機会と、あ、やっぱみんなやっぱそういう系で悩むよな。どっちかって言ったらハイサイズもエンジョイからスタートした、完全に。そうですね、最初はそう、完全に最初はもうほんまにエラーしまくってガチャ肩壊れるぐらいっていうから、どうせやるやったら勝とうやってなって、まあみんなスポーツ好きやから、まあそれでこう、はい、行こうぜってなって今のハイサイズがあるわけで、やっぱその代表がブレたらダメなんですね、多分。エンジョイしたいけど、でももう両立は無理。でも勝たなくていいっていうのは多分結局面白くなくなるから、そうチームによる。だから代表がどれを目指すかなんじゃない。そうですね、その楽しくて勝ちたいのか、はい、もうみんなで野球できたらそれでいいのかで変わってくるし、でもいいとこ取りはやっぱ俺は7人ぐらいやってできひんなと思った、いいとこ取りは。だから大会ごとで分けるっていうのもあれやし、トップにあるのは俺はやっぱ勝つ、はい、でその中で楽しみながら勝つみたいな。これ一応むずいと思うんやけど、でも勝たんくていいってなると、もう俺その野球はあんま好きじゃない、うん、もうちょっとおじさんになってからでいいかなって、はいはいはい、40とか50とかでできる野球かなって思うから、やっぱ連盟とか出てるからにはやっぱ勝たんと楽しくないし、はい、負けた後の空気えぐいやんまあそうですねせやろ、悔しいしみんな。でもやっぱそういうメンバーはハイセツが集まってる、やっぱ負けたら悔しい、勝ったら嬉しい、はい、ただそのプラスアルファ自分がもっと活躍したかったとか、もっと出たかったとか、まあそれは置いといて、はい、だからそこを軸が代表がブレたら多分無理ですね。だからどういうチームにしたいかで変わってくるし、でもそれで例えばいやエンジョイしたいっていう人は多分やめると思う。でもこれをこう全員こうするのは無理やから、やめようと思ったらもうそれはもうしゃあないと思う。エンジョイやりたいってなるんやったら、そうですね。まああと新規で募集する時に分かるくないですか、その人の野球の熱量、まあ、そのあだから多分そのチームのコンセプトが決まってないといろんな人が来んねん。そのエンジョイの人も来るし、はいはいはい、本気でやりたい人もいるし、だからそこの軸がまずないと、その募集の人も間口が広い分いろんな人が来る。だからハイサイズは初めエンジョイの人めっちゃ来てた、募集すると。でも今多分、まあ、YouTube とか見てくれてるのかインスタとか見てくれてるのか、コンセプトもある程度もうしっかり決まってるから、はい、こっちも断りやすい、すいませんってっていうのはありますね、はい、なんでやっぱ軸を決めること、はい、はい、次、選手のモチベーション管理、もう管理なんかできない、これは監督ここモチベーション管理なんかできひん
諦めてる。それってもう全部つながるの、その家族とかもさ、どっち優先かとかでもモチベーション変わるから、はいはい、でもそこはもうどうもできん。でもそれは任すしかない。これちょっと新しいかもしれないです。参加者が多すぎる時の起用法、難しいな、めちゃくちゃ難しい。いつも悩んでますね、これ。これはマジで悩む。いやし、俺らは全員出場やから、はい、だから俺はでもその時その試合前で言うな、人数多いからごめんって。あ、そうですね、うん、そのちょっと短いかもしれないけどごめんって、はい、一言添えるぐらいしかやってない、はい、もうそれはもういやむずいなこれって。俺も信頼関係やと思ってる。なんかもうその一個一個言ってもあれやし、嫌な人は来えへんくなると思うけど。あ、まあそうです、ね、でも来てる人もおるわけやん実際、はい、だからさっき言ったようにブレたらあかんかなって。だからごめんってなるしかない。それでもっと出たかったら違うチーム多分行くと思うし、それはそれでいいんかなって思う。やっぱ無理、全部をこういいように回すのは諦める覚悟も必要っす。ハイサイズこれで文句言う人いないですよね別に。まあそうやな、だそれがありがたいよな、はい、でもそれは信頼関係なんじゃない、うん、それはそれこそみんなの。だからそれをメンバー募集の時に俺は見極めんな、うん、ハイサイズに合うかどうか。その野球うまいとか、はい、その例えば甲子園出てました、入りたいですっていう人おんねんけど、はいはい、見極める。いやそれが合ってるか分からんけど、うん、自分の肌感覚でハイサイズと合わんそうやったらもう断るし、ハイサイズで合いそうやったらもう入れるしみたいな。これ言ってましたねずっと昔から。そうだから過去に一人だけ合わんかったやつです。けどその他は正解やったと思ってる全部。結局みんな来てくれてるし。人数が集まらない、これ昔のハイサイズですね。人数集まらない、そうやな、それが困ってるって。困ってるらしいです。でも募集するしかないよな。そうですね、でも多分みんなそっからスタートやと思うんですよ、ね、うん、結局ハイサイズもだって今普通に集まるけど昔はね、昔5人助っ人とかそこの基盤作るのは代表の役目かな。どうやって募集するか、うん、でその時こそ YouTube なんかはそんなに50人とか、 だから YouTube の力を使ってっていうのは実質無理やったから、はい、まあこう知り合いの知り合いとか来て、まあ、とりあえず12人ぐらい集まるような基盤を作らな、もう試合できひんから、はい、そこは自分あの代表の役目ですね、うん、そっからやっぱコンセプト大変と思ったら抜けていく人もおるし、はい、そのコンセプトが好きやから入ってくる人もおるから、循環するのは当たり前かなと思うな。会社と一緒な気する。なんかその抜けたから悪いとかそういうことじゃなくて、はい、はい、これ最後です、ね、はい、出血回答が遅い、返事すらない、それもほっとく。俺なんか職業病なんかな、求めない。いや求めたらしんどい、だからしのなってるってことやんな、そのなんで押せへんねんって。わかるよ、その別にトイレしてる時にピッと押せばいいだけの話やけど、はい、 でも押さへんってことはそこまで重要な連絡じゃないってことやから、好きな人やったらすぐ返すわけやん。でもその優先順位が低いっていう証拠なんやろうなって俺は思う、その連絡ない時。あとまあそれで言うと、まあ、ダッシュとか、はい、多分その家族の方が今優先度上がってる、はい、けど人数足りひん時は行ってあげようかなみたいな、はい、それはめちゃくちゃありがたいし、はい、多分それは別やと思うよな、はい、なんでそれは別やけど、まあ、優先順位下がってるっていう俺は認識。だからその嫌いとか鬱陶しいとかじゃなくて、あ、優先順位低いんだな。でそれがまあ人数多かったら、あ、ちょっとモチベ下がってきたなチーム全体のって思うのは思うけど、じゃあどうしよう話しようっていうのはならんな。だからそろそろ選手募集しなあかんかなとは思うけど、だってあとの10人ぐらいが野球できひんってことだからな、それは良くないなって思います。はい、以上です。おし、これ結構真面目に答えたんじゃない。いやめっちゃ真面目でしょ。真面目やったな、はい、でも結構やっぱな、草野球チームってやっぱ悩み事多いんや。でもそれで言うと俺ないかもしれん、その悩み事。へー、チームのあとどことどこをどう変えようかなとか、はいはい、ポジション今回めっちゃ被ってんな、どこで交代しようとか、うん、その回とかイニングとか、はい、それでは迷うことあるけど、その他で迷うことが今はほんまにないかな。なんで多分恵まれてるんやと思う、そのメンバーに。はい、何なんすか。やっぱ俺ちゃうチームでもう野球したくないなって思うぐらい、うん、野球は排泄でしたいってやっぱ思う。でもそれはもういろんな考えでいいと思うけど、チャウチームいっぱい入ってる人もおるし、はいはい、それはそれでいいねんけど、俺やっぱハイサイズする野球が好きって根本的にある、もう今は、うん、どうですか。え、どうですか。いや仲いいでしょハイサイズ。仲いいよな、めちゃくちゃ仲いいでしょ。でもその毎日遊んでるかって言ったらやっぱ結婚してる人の方が多いから、はい、
そうやけど、まあでも飲みに行ったりみんなしてるしな。してますね。それでこう派閥とか、はい、そのグループとかで妬みとか全然ないやん。ないですね。だからほんまに集まってて、あそうなんやって、俺らもだから大人やと思う結構ハイサイズって。だからそれでぐちぐち言う人、俺らも出席がどうとか、はい、なんか早押せよとか、はい、もう言いましたけどね僕ね。だからそれはその関係性があるから、あそれ上からじゃない、代表が言うんじゃなくて、はい、はいはいはいっていう、その性格とかを知ってるからもっとやれよっていうのは言うけど、うん、はい、それは代表が言うからややこしくなるんやと俺は思う、うん、その押せよとか、はい、ちゃんとやるよ。でもそのくせベンチスタートやったらなんなんみたいな、はい、こう言って言ったのにみたいな、やっぱなるやん。あ、まあそうですね。でも恵まれてんなって思う、これ今喋ってて。当たり前にだって9人は余裕で集まるわけやん、はい、今。でもそれ初めは悩んでたから、そのどうしようみたいな、助っ人呼ぼうみたいな。いやもう助っ人おらん日なかったでしょていうかもうハイサイズの方が少なくないって思うだけはあったよな。いや最初はほんまにそうなんよな。だから理想はやっぱ助っ人を呼ばずにチーム成り立つことが多分一番やと思うよな俺は、はい、だからまずは人数集めること、はい、その人数少ないんやったら、でそっから自分 そのチームの軸、どういうチームになりたいか、どういう大会出たいかでだんだん決まっていくのもね、メンバーによって、はい、でそれ決めるやん、まあ、代表は多分基本決めると思うね、はい、話し合いながら。でそれ会えへん人はやめていく。そうですね。でもそれはもう仕方がない、うん、でもそれがいいなと思って入ってくる人もおるから、もうここはブレたらダメなのかなって思うし、うん、なんか嫌われたからやめたっていう発想の人も結構おると思うよ。なんかそれはもう向こうの選択やから、はい、どうもできひん部分、はい、って思います。なんでよかったら参考にしてみてくださいということで今回は草野球チームの悩んでること聞いたんですけど、もしなんかインスタで募集してほしいこととか、このテーマでアンサーしてほしいのあったらぜひコメント欄でお願いします。これ結構面白い、はい、なんかみんな悩んでんねんなって思うような。悩んでますねみんな結構悩んでるような。なんで皆さんぜひお願いしますということで今回の動画は以上です。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お気に入り草野球ワンチャンネル。